カレンは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。1979年8月31日発表、同年9月7日発売。形式名 AB04 となる、排気量 49cc の原動機付き自転車である。社名は、カレンに由来しており、優しく、美しく愛すべきものという意味合いで命名された。本モデルは、当時 HY 戦争と呼ばれる、 ヤマハ発動機との熾烈な販売競争から、販売製作上ロードパルの上位モデルとして位置付けた、派生車種として開発された。そのために、低小バックボーン式、フレームオートチョーク搭載空冷単気等に、ストロークピストンリードバルブエンジン、CDI 点火装置、無断変速機構、前輪テレスコピック式、後輪スイングアーム式サスペンションなどの基本コンポーネンツは、 ロードパルと共用する姉妹車である。なお、本モデルは、ロードパルシリーズとは異なり海外向け輸出仕様は、設定されない、日本国内専用モデルとして生産された。発売当初のイメージキャラクターは、大竹しのぶが起用された。月産販売目標1万5000台並びに、エンジン始動方式の違いで以下の2車種を、設定以下のマイナーチェンジを、 実質基本コンポーネンツを共有するロードパルと共に生産終了。ありがとうございます。